総連総連から1381年6月12日は、中国元末民発の政治家、儒学者、文学者、字は敬連、合派先慶、無双挙、龍門氏、玄政子、修路、浦江県の出身、貧しい家庭に生まれたが、学問を好み、儒学に精通するようになった。五来、柳岩、木といった古文の親に学び、1335年には、 義塾の教師となった。順帝の時管理委員編集に任せられたが、父母に公葉を尽くすことを理由に固辞して隠居し、著実に専念した。1360年、窃盗四先生の一人として名声が高まっていた、総連は有力な反乱勢力となっていた、主元章に招聘された。主元章が民を建国すると、江南寿学久下げ居に任せられ、大使に、 儒教の教典を講じた。そして、秋代の霊学制度を多く採定した。1369年、原子の編纂を命じられ、その主任となった。官は、菅林学師匠し、知性公に至った。1377年、老齢を理由に官を自主故郷に帰った。1380年、孫の相馬ことが、古以王の獄に巻き込まれ。 家族全員が、茂州に流罪となった。そして、流刑地に赴く途中州で病死した。送り縄文則。文学史の分野では、総連は、流はじめ、後継と並んで、民発の詩文三大化の一人に数えられている。儒教においても、自ら儒教の伝統の正当な継承者をもって、認じていた。当、壮大の文を手本に、創業、切西をモットーとして、 多くの著作を残した。その他の著作は、電気や三文が主で、その文体は出木簡潔であるが、おおらかで優雅な面も持つというそれぞれに異なった特色がある。主現象は総連を表して、開国文身の首とし竜はじめは、東銀文章第一と称賛し、当時の様々な学者たちは、太志公と呼んでいた。著作には、総学全集、浦人物記、 後部生成器がある。弟子に、秋代初期の有名な学者方工事がいた。ありがとうございます。